ちんよしみかのえ、ちんよしタンカーキーは、中国、英英料マラヤの実業家、政治家。1874年に、福建省泉州不動安県に生まれ、1891年に、シンガポールへ移住。1909年に、本格参入したマレー半島におけるゴム業デザインを、なし、南洋華協の巨頭として、コブントラと並び称された。 1911年の侵害革命では、福建革命軍政府を支援し、シンガポールの福建省出身家人の代表存在として知られるようになった。教育事業にも注力し、教理の福建省に1912年移行し美学校、1923年に、アモイ大学を創設するなどした。世界恐慌によるゴム業の衰退を受けて、祖国、中国救援運動に傾斜し、 1938年10月に結成された南洋家協、中賑やか祖国難民総会うんくが南競争会の主席として国民政府を支援した。政治的には無党部派を胸としたが1940年以降国民政府への批判民主化要求を強め革新的主張から戦後の過人社会からは阻害されて1949年に 中国へ帰その後は郷里である、福建省、アモイの開発事業や教育、福利施設の運営に注力した。1874年、福建省泉州不動安ス研修美社、現、福建省アモイ州美区の生まれ、陳の父は単身シンガポールへ移住し、家族に生活費を仕送りしていたとされている。1891年、17歳で、 シンガポールの父のもとへ移住し、父の米問屋を手伝う。1905年、産地500エーカーを購入し、パイナップルを植樹。この時試験的にゴムの苗を購入して、パイナップル園内に植えたことが、ゴム業参入の契機となる。1909年、農園を35万元で、イギリス人に売却し、改めて数千エーカーの土地を購入してゴムの実を植樹し、 本格的にゴム栽培に参入。1916年にはパイナップル工場の一角と精米所をゴム製造工場に改築し、1921年にはゴム製品工場を設立してタイヤ、レインコート、ゴム靴などを製造、東南アジアから中国本国、遠くはカナダにまで販路を広げた。1921年から1926年にかけて、 チンの事業は最盛期を迎え、ゴム園の面積は16000エーカー、社員数は6000人、支店数は80店舗に上った。1909年から1926年頃までのマレー半島における過境によるゴム業の最盛期にあって、チンは最大のゴム栽培業者であり、また最大のゴム製造業者であった。1910年、賃は 林義順の勧誘を受けて、孫文の中国革命同盟会保守島支部に参加し、これが政治活動三角の端所となった。翌1911年の侵害革命時には、後の農役員となり、同年11月13日に創設された、復権法案会の主席として、復権革命軍政府、都督、孫道人への募金運動を推進。 シンガポール在留家人による他の方言団体を上回る募金成績を上げ、復権人会の代表者として知られるようになった。1913年夏頃、反映運動に敗れた孫文が日本へ亡命し、英国政府の政治活動取締りが厳格化すると、家強社会における孫文支持熱は急速に低下し、復権人会における陳の活動も 政治を離れ学校教育業へ継投した。1906年以降、陳はシンガポールの在留復権人のためになどの小中学校や市販学校を創設した。1912年、故郷の復権省専修不動安研修日に修備学校という小学校を設立し、その後校舎を増築して中等部、専門部、高等部を併設。 1917年には、林義順らと共に、シンガポールにを開設している。1919年には、郷里に、同安教育会という教育振興財団を設立し、弟の陳高氏県に運営を委任して、学校施設の充実を図り、また同年シンガポールで、県愛樹三河公会という同族組織の財団を創設し、社会福祉、教育振興のため寄付を推進した。 1923年には、アモイ市郊外援予定の公有地の無償払い下げを受け、資材を投じて建築費100万円と25年間の運営費300万円を負担し、アモイ大学を創設した。1923年、ジンはシンガポールで、復権人会、岩県クラブ、会員104名を結成して1941年までの19年間の、ほとんどの間、

協力的な立場を取っていた。1926年秋頃から佳境によるゴム業は次第に衰退し、欧州人のゴム縁が増加、1929年からの世界恐慌によって需要が落ち込み、生産過剰によりゴムの価格は暴落、佳境ゴム業者の倒産が相次いだ。資本をゴム業に集中投下していた賃への打撃も大きく、また、 パイナップル工場の経営も行き詰まり、1933年2月に、陳義美カの絵工師は破産に至った。ゴム園経営が行き詰まると、陳はゴム園経営をと、陳文革の兄弟に委ね、南洋化協による祖国難民救済運動に注力するようになった。1929年、中国国民政府は、陳を中央協ム委員会の名誉顧問に任命し、 1935年には学校教育振興の功労を表彰して、君に等に叙勲して、陳の支援を促していた。1936年に、陳は国民政府からの南洋家境による軍用規制造費の堅能を要求に対して、紹介席の生誕祝賀募金の名目で募金総額を寄付。1937年には、古文虎と共に、 国民賛成会の委員に任命された。1937年に日中戦争が始まると、シンガポールで祖国救援運動、特に光賑やか会の活動を主導し、翌1938年8月15日に、シンガポール華峡、中にぎやか、祖国難民大会、スコーが、シンガポレチネセチャイナリリーフゼネラルアソシエーションを、組織、 国民政府からの勧告を受けてその年の10月10日に、東南アジアの華僑代表が集まって結成された、南洋華僑中賑やか、祖国難民総会、んくが、南町チ,チャイニーズリリーフゼネラルアソシエーション、南競争会の主席に選ばれた。光賑やか会は、旧国交際の募集、難民救済のスローガンのもと、中華総商会や、各地の共闘会を通じて、資金、 物資を集め、援助資金、物資として、中国の国民政府に送るとともに、英英領マラヤで、日課排斥などの排日運動を展開し、抗日救援活動を続けた。陳は、英国政庁の共通と無担当官、ジョーダンの顧問となり、同担当官の補佐で、福建人の孫高氏を通じて、英植民地当局の中国軍への軍事費援助にあたる募金運動は、許可しない、 在留日本人との共存係を損なう、配日政治運動は、許可しないという行政方針に協力、募金の使途難民救済のための社会福祉活動に限定し、シンガポールで活動する中国国民党支部や、マラヤ共産党から距離を置き、1939年秋には、欧州戦線の英軍商病兵救済のためとして、リヒカリ前の募金団体を通じて2万、 シンガポールドルを英国政庁に寄付するなどして、総督の信頼を保持し続け、英国政庁の弾圧を免れた。1933年、チンは、今日務委員会を通じて、信仰を深めた、最低の福建第19祖事軍、軍長、最都福建人民革命政権、主席、李渡タルンのために、福建商材の購入運動を推進し、 国民政府に批判的な強度の革新勢力を支援した。1940年2月には、ウクガが、延焼ルートの物資輸送と航路補修のために派遣した、法師団が、国民政府官僚の国士に耐えられず相次いで、脱走していたことから、要員43名の派遣を中止した。1940年3月、ウクガの祖国問団に参加、重慶で、 国民政府官僚の汚職、腐敗や献金が首都不明となっている実態を知って失望し、その後訪れた延安で共産党の厳正な規律を称賛し、同地で高日宣伝工作を続けていた甘イ大学の学生たちを激励したとされる。九百四十年秋に、賃は、郷里の福建省を訪問したが、この時福建省庁の賃議が南洋佳境の献金を着服し、 また、ルス家族が重税にあえていることを知り、紹介席宛てに賃金の象徴介入を求める文書を送付。その後も、賃は募金活動に中心的な役割を果たし、1940年10月に、向川は募金2億元余りを国民政府に堅納しているが、避難後は、公日運動をややトーンダウンさせ、光る賑やか運動に回帰的な態度を取るようになったとも言われている。 翌1941年3月末に、シンガポールで開催されたんくがの第2回大会は、復権省内の汚職を告発し、賃議会議を求める決議文を採択した。同大会に出席していた、国民政府の在シンガポール総領事、高領百は、戦時下で国民政府を批判する賃に警告する発言をし、これに反発した大会主催者側が他の大会出席を拒否。 は、国民党系の旧国交際、官房委員会を組織して、国賀と対立し、また大会で汚職を告発されたご哲状も、陳を、親友分子だと批判した。また八家系の団体組織を統率していた、古文虎も、陳論区が主席解任を格索するなど、陳と対立した。1941年12月、太平洋戦争が始まると、陳は、 同月二十日に A トーマス総督と協議し、中華総商会を通じて、同月三十日にシンガポール華教公的動員総会を結成しその主席に就任、華教公日義勇軍を組織して戦線へ送った。九百四十二年二月、陳はシンガポールの陥落前にシンガポールを脱出して、東部ジャワマランの州備学校卒業生の家に潜伏し、終戦まで、 潜伏生活を続けた。戦時中の日本では、陳は南洋華経社会の大親分、黒幕とみなされ、シンガポール華経粛清事件では、陳義美シミカノエの支持者は、処刑対象者とされ、陳義美シミカノエを知っているかとの質問に、知っていと答えて処刑された人がいた。戦後、シンガポールに戻った陳は、国民政府に民主化、改革を要求し、 1946年6月16日に、クアラルンプールで開催されたんくがの祖国奉仕団の帰国歓迎会で、国民政府の処遇を非難した引上げ者を支持し、合白症総領事と対立。また、1948年1月には、南洋商法の年頭所管の中で、国民政府の民主改革を提唱した。こうした、陳の主張は、シンガポール過人社会から警戒され、 陳は、歌人社会の保守勢力から阻害されるようになった。1946年12月14日に、マラヤ連合構想に応じて、歌人の参政権を主張するため創立されマラヤ、統一行動会議、プマヤは、マラヤ民主同盟、マデュの提案を受けて、陳とリヒカリマイを、その名誉会員に推薦したが、中華総商会連合会が、 新羅革新勢力との合作を拒否し、1947年初にチンは推薦を辞退した。1948年6月からマラヤ共産党による繁栄ゲリラ活動が開始され、英当局が武力鎮圧を強化すると、チンは非合法なゲリラ活動の停止を呼びかけたが、チンの説得に応じる過人は少なくなっていたとさる。 1949年に中華人民共和国が成立すると、陳はシンガポールのゴムエニや中華学校の経営を陳のクシに託して中国、福建省に戻った。帰国後の陳は中国共産党には入党せず、下京事務の中枢とも距離を置いて、ほとんどの期間をアモイで過ごし、地域の開発事業や修備大学など、地域の教育、福利施設の運営に携わった。 1961年、北京の病院で病没。遺言により、遺産300万円は、修備学校基金200万円、修備福利施設基金50万円、北京の中国家境歴史博物館創設費50万円に、3分割して寄贈された。文化大革命の後、1980年代に、京務指導者が復権し、 家境の投資を促進する政策が打ち出される過程で、賃の業績は再評価されるようになり、賃は祖国を熱愛する崇高な精神の持ち主であり、偉大な愛国者、著名な大実業家、熱心な教育事業家と商用されるようになったが、は、賃の経歴は、こうした理想像からは遠く、陳は偉大な愛国主義者でも、共産主義の指導者でもなかった、としている。は、 ンはマラヤで家境の抗日闘争を指揮した子さんの指導者だったが中国への帰属意識が強くマラヤの独立運動に関与しそれによってマラヤに住む家人の権利を守ろうとする意識は希薄だと評している同じ福建省出身の古文トラとは古が八家の出身であることも関係して常に対立していたとされ1939年7月に 天津問題での日英の妥協に抗議するため、歌京大会を開催した際には、大会委員会主席だった陳は、内容商法に日時を掲載したが、古文虎系の保守日報には日時を発表させなかったために、保守日報が上条で中二義や加害を求断するなど、抗日レジスタンス運動の中で対立が表面化したり、また、歌京主犯学校の設立問題では、 光る荷や抱えの拠出金を設立費用に充てようとした陳に子が異議を唱え、陳が学校経営を行うことに反対したりしたこともあった。南教海洋クロック1945年。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。